こんばんは、お世話になっております。しぐれういと申します。あ、やっとね、出てくれましたね。どうも。見えてます？聞こえてます？あ、画質が悪かったらお前の家の iPhone なのがね、性能が悪いということで、すいませんが、私のせいではありません。セールスはお断り。いや、セールスではないです。すいません。セールスではなくて、押し売りでしょうか。押し売りでもなくて、あ、ちょ、BGM つけようかな。人の家の前で BGM つけるのどうかと思うんですけど 大丈夫です。この周り家ないんで ちょっとうるさいかもしれないんですけど、23時やぞ。いや、でも関係ないですよ。皆さんだってこういう時間に Uber Eats とかしたりするんでしょ？知らんけど。さっきね、やっと Uber 来たって言ってるやついましたけど、違いますけど、私は Uber Eats ではありません。本日は皆さんにお知らせしたいことがあって、ピンポンを押させていただいたわけで 人んちの前で音楽鳴らすな それは大変ごもっともでございますが、まあ、ここはちょっと許してちょんまげということで ダメですか 宗教勧誘。宗教勧誘ではないです。宗教勧誘ではないよ。あ、でも、実は、神様って存在してて、あ、ちょ、すいませんね、驚かせて すいませんね、モニター越しにアピールしてしまって、許してください 違う、別に怒りに来たわけじゃないです。怒りに来たわけじゃないです 不審者じゃないです。パスタ販売の人でしたか。パスタ販売の人でもありません。我々顔見知りでございますよ。なんで入れてくれないんですか？ほら、この通話してないで早く鍵を開けてくださいよ。何ですか、この家。早く開けてくれないと中に入れないんですけど、寒いんですけれども、借金の取り立てですか。今月はこれで勘弁してください。借金があるならばこんなところに投げてる場合ではないかもしれないです 合言葉は あ、そういうシステム あ、そういうシステムですか、この家。すいません、合言葉聞いてないんでわかんないんですけれども 合言葉、ウィービームうるせえよ。ちょっと雨降ってるんですけど、寒いんですけど、早く入れてほしいんですけど、うち来ますよ。来てるんだわ。開けろ。開けてくれ。強盗か。強盗ではありません。かわいそう。これで傘買いな。いや、入れろよ。傘買う前に入れてくれよ。皆さんが入れてくれるまで帰らないというね、感じで今日はやっていこうかと思います。23時ですよ。いいんですか？これでカプセルホテル泊まってください。いや、別に君んちに泊まらんけど。終電大丈夫そう？いや、歩いて帰りますけど。玄関前で 世間話しだすな だって入れてくれないんだもん。なんで入れてくれないんですか？ なんか入れてくれるまで世間話しようかなって思ってるんですけど そろそろ寒いんで入れてほしいんですけど。遊んでるよーい。そういえば何しに来たん？いや、家に入れてもらって、お知らせをしようかなと思ったんですけど、まだ入れてくれないんですか？寒いんですけど。もしもし、ポリスメン。いや、違う違う、チカ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 。何も悪いことしてないですから。ね、ほら、家の前で雑談してるだけだから。外2度だぞ。寒すぎるんだが。なんか明日、明後日、大雪警報が出るみたいな噂あるじゃないですか、関東で。嫌すぎるんですけど 1時間だけ待って。いや、長い長い 早く入れてください。え、なんで入れてくれないんですか？信用がないんですか？宗教勧誘だと思ってるんですか？ これめっちゃいいな。いいな。なんか他人のインターホンに映り込みでこれやりたいな。痛っ。